猛角はいずこかに潜伏しているようだ。探し出し、命を結ぶよう説得せねば。 西の砦を目指すぞ。兵器の準備を手伝うとしよう。わしらの庭を争うたいい度胸だ。大王猛角様が見つぶしてやる。何の備えもないと見つけておる。 少し舐めてかかりすぎて。手間はなしだ。待ってやがれ。さすがにすぐには負けを認めるが、奴の心を制するまで戦うほかはない。とにかく先へ進み、頭角を探すぜ。そのためにも兵器の準備を急がねばな。 狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。中央砦の前には虎が放たれています。虎には虎を、我が虎戦車で追い払いましょう。だが少し距離があるが、視界の辺を確保し、そこから虎戦車を出す。 戦車、必ずやお役に立ちます。突撃。よし、手が回る者は虎戦車を頼む。中央の砦の虎を追い払ってくれ。突撃。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。 なかなかの実力を持っていますね。俺の可愛い虎たちは、お前ら絶対に許さねえぞ。その勢い誰にも止められますまい。 回り込んで本陣を目指す。巨大な岩に道を塞がれたが。
仕方ない。西の藍を目指す。東の道をなんとかせねば、味方が進めん。反対側から岩を目指すとしよう。敵将が乗っていた動物、象といったか。あれを使えば巨岩も壊せるかもしれんな。岩で俺たちの進路を変え、藍路へ誘うか。まず海兵がいるとみて間違いないだろうな。藍路には敵の罠は付き物だが、 いらずんだ。友よ、南中央夫人、祝いか。本性がいいな。火の神の末裔などと言われるのも裏付ける。一段と強くなったな。 全力を出さなきゃ。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。これで終わり。敵将討ち取った。 敵将、討ち取った。 俺としたことがまんまとはめられたか。すでに来ん。この巨獣ならば岩をも砕けよう。 味方も進軍できよう。まあこの先にも罠があるだろうだな。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。 援助は惜しまんぞ。これ以上は行かせねえぞ。今度はさっきみてえにはいかねえからな。血気盛んだな。やはり俺と話すことはなれん。うるせえ。攻めてきた奴らと話すことなんかねえ。
間が悪かった。わしはまだ負けたわけじゃねえぞ。猛角は本陣に戻ったのだ。ならば俺たちも先へ進むとしよう。突撃。痕跡とはまた厄介だ。指揮する者を叩いて止めねばならんだ。貴殿のご活躍お見事です。待て、なんだ、俺の石をすり抜けてきたってのか。よし、天石を指揮する将を見つけたか。そいつを撃ち、石を止めるのだ。そんなところまで来たってのか。今度は火傷じゃ済まないよ。すまねえだよ。よし、天石は止まったか。これで味方の進軍を早まるな。怒らせるなんていい度胸さね。次は絶対に容赦しないよ。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。大したものだ。その分当てにさせてもらおう。気に入ったよ。いざって時はいつでも呼んどくれ。